ラブ君が、里親さんのところに行った直後ですが、今緊急連絡が入りました、ラブ君についてではございません。全然違う新しい子のお話ですが、人を怖がってどうにもならない子がまた一人出ちゃったそうですということなので、病院に今いるんですが、病院から引き取って出したいんだけれども行き先がないと。そしてクロケンさんとこは、ラブ君が旅立ったと。あら空きがというようなことでございます。で、問題はですね、このケージに1人、このケージに1人。しおくん随分贅沢使いですねこれね。という状況の中で、アンズちゃんが母親だし、シオン君と一緒にこのケージに行けるのであれば、一つケージが空きます、またそういう子なので、幕を目隠しをしてしばらく慣れるまで待つみたいな形がまた始まりますが、ちょっとまずは、アンズちゃんがシオン君と同じケージでいられるかどうかを、試すことになりました、同じケージに入れるにあたってはまず、アンズちゃんが抱っこできるとこくらいまで行ったらねみたいな風に思っていたんですが、ちょっとそれを待ってる場合でもないので、先日マオイママが、なでなでをしたら出れたと。出れた瞬間ひょいと持って、ケージを移動させるみたいなことが今からこれからですねできたら、受け入れ体制を整えようという流れになっています。ちょっとお待ちください。じゃあちょっと、まおいさん、ちょっとさ、この水が危ない感じだけど、水ちょっと溶かしてみるね、ちょっとね。見てごめんね、じゃあお水垂らしてね。くるくる。よいしょ。よいしょ。はい。持つよ。じゃん。ありがとうね。すぐなでなでした。しちゃって。出れたね。出れてましょう。お腹も触れます。うん。いい子だね。かわいい。うん。ずちゃん、かわいいじゃん。ずちゃん、すごい。この体勢で持ち上げられる？ペットごとかな？ペットごとだと逃げそうだね。だ、ちょっと掴めるんだったら掴んで。じゃあ、ちょっと失礼。よいしょ。ほら、1個だね、1個だね、はい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 、できた、できた、はい、そのまま入れちゃおう。ほら、1個だね、2個さんですね、はい、ほら、あらあら、全然平気でしたね。はい、大丈夫です。大丈夫でしたね。ベッドをさ、こっちに入れてあげる。そうだね、でもご飯のちょっとこれで、うん、待とうか。これ行くかな。あんずちゃんどう？明日に行く？ちょっと行ってみる。お、しおくんもなんか、なんだなんだって感じ。ちょうど寝ぼけてるとこだから、なんか私、なんか違うんだけどって思ってるのかな。私のベッドがないわって。あらあら、ベッド取ろうか。うん、ベッド取ってあげようか。でも降りるときに、しおくん降りてきたら、踏んじゃうよね。どうしよう。上に行く。まあちょっとじゃあさ、しおんくんと、うん、うまく馴染むかどうかをしばらくこのまま放置してみよう。そうだね、うん、連絡はその後だね、うん、どうですか。置いてあるものはみんな一緒なのよ、あんずちゃん。
か？自分のとこの方が安心はするんだね。そのまま仲良くなっちゃえ。それがないの。奥入りの砂を少しこっちに持ち。まあそれも。話の流れではさ、かなり、本当に全然ダメじゃない限りはこの体勢を取らなきゃいけないことになりそうなので、ちょっとこのまんま本人たちが馴染んじゃってもらうのを待つしかないね。うん、それもちょっとずつ、じゃあちょっとじゃあさ、このままほったらかしてみよう。でこういうのを全部こっちに移動していくのも徐々に。気をつけてね、飛び出すかもしれない。また事件でございます。一つの事件が終わると次がやってくるというのが、今このうちにはもうルールだね。うん、そうだね。さあ、しおんくんとあんずちゃんを一緒にするんであれば、外に出すっていうのを、あんずちゃんも込みで考えなきゃいけなくなるねっていう話をしていて、ということはあんずちゃんが外に、出ても大丈夫なような、感じがしたらと思っていましたが、今回その問題のある子ですね、だいぶ凶暴になっているそうなので、その子のことを考えるともうやらざるを得ません。そして、あんずちゃんも外に出ないかもしれないので、しおんくんだけ出すっていうパターンをちょっと変則的に、やるようになると今瞬間的に思いました。ちょっと待てよ、このお二人そんなに仲良くないね今。まあちょっと本当に待たないとだめ。はい、じゃあ僕らがご飯でも食べながら時間を過ごしている間に、なんかもうこの人たちで解決してもらうしかない。熟睡してたのになんかちょっとかわいそうだ、ね。離れたのにって思ってる。初めて抱っこされたのにさ。あ、ちょっと遊ぼうとしてるよね。うん、はい、しゃあ言いました。感情になっています。今やっぱりあんずちゃん、はい、10分ぐらい時間が経過しました。しおんくんは
ハンモックに落ち着き、ちょっとずつちょっとずつ状況をチェックしながらアンズちゃんは3階まで登ってきました。さあこのままちょっと居場所を見つけてくれるといいんですが、さあどうでしょう。大丈夫かもしれませんね。ピリピリした空気はありません。シオン君は戸惑ってはいます。ただ戸惑いの中の半分はあれラーブどこ行っちゃったんだっけ。です。で、なんでこの人ここにいるのがもう半分ですね。でもアンズちゃんはなんだか知らないけどここで少しくつろいで遊び始めました。ここまでに、時間をたっぷりかけて、マオイママが触れるようになってきた、それがちょうど生きてるかもしれないですね。気持ちの中ではもうなんかここにいることが恐怖だとか、そういうことではなく、あとはなでなでになれることとかそういう時期まで来てたんでしょうね。さあこの2人がですね、仲良くケージの中でまあなんていうかな、ラブちゃんシオンちゃんみたいな感じではなくても、うまく住み分けながら、ここで過ごしてくれるようになれば、ここのですね、このケージを空にして新たにその問題の4ヶ月で、女の子だそうです。ただ人間から逃げまくるそうです。泣くのかもしれません、シャーも言うのかもしれません。そういう子を受け入れるという流れに今なりました。連絡を取ります。よろしいか、もうちょっと時間見てみるか、よろしいか。ふん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 、何何っていう顔になって見てるよ。シオン君も本当になんかちょっと顔が面白いんですけど。アンズちゃんはパパはまだ触れてないんだもんね。でもさっきの感じだとね、うん、全然大丈夫そうだね。やればね、ただ一応さ、その気を使って安全を期してという形でやってたけど、これでもうじき3時になるからシオン君は外出たがるよね。で出る時にアンズちゃんどんな行動に出るかだな。まだ出せないと思うのでなるべく出さないようにしながら、でご飯待ちだね。でご飯の時にどこであげるかもちょっと考えとく。やっぱ2階なのかな。2階がラブくんだったので2階でアンズちゃん、1階でシオンくん、うん、ちょうどよかったかもね。シオンくんが1階で、ね、ラブちゃん2階だって、うん、シオンくん1階で持ち、そうだね。そしたらここのベッドをこの2階に一旦持ってきましょう、やっぱりね、うん、で疑似
前のケージということで、アンズちゃんのちょっとした勘違いを誘ってですね、うまく進行させたいと思います。よし、頑張るぞ黒岩家。